じゃあこんにちは。はい、豊さん、トンボの季節になりましたね。トンボの季節、秋だな。はい、秋、あの聞いたことあるんですけれども、はい、ピッチャーも野手もそうなんですが、この時期トンボが肩に止まると、あ、俺やばいかもって思う。そうか、トンボのイメージ悪いな。はい、そうなんです。そうです、そう、戦力外通告を。それで清原が何、長渕さんにトンボ歌ってもらったの。違う、そういうわけじゃない。それは違うと思います。インターネットに、まあ、そう、それはまた違うと思うんですけれども、うん、っていう風な、やっぱこの時期どの選手も、まあ、この時期っていうよりも、はい、まあ、徐々に分かってくるよね。そうですね、まあ、1軍のゲームはもちろんのこと、うん、2軍でも使われなくなったりだとか、うん、まあ、していくよね。はい、まあ、俺もヘッドコーチやってた時なんかは、はい、相談も受けるんだよね、ある程度。え、上からですか。うん、これ選手どう思うとか。この時期で何月ぐらいでしたそれ。いや、だからもうこの時期、9月の末あたりぐらいからじゃない。お、まさにですね。どうするとか、まあ、トレードも、はい、この選手をちょっと出そうと思うんだけどと、この選手を変えようと思うんだけどどう思うとか、はい、まあ、そういう相談もある時もあるしね。だいたいその戦力外っていうのは球団の方 GM とかが勝手に決めるんだけども、うん、だけどギリギリの選手っていうのはちょっと聞かれたりとかするんだよね。うん、でどうも使えるかとか、はい、まあ、でもあの選手を伸ばさなきゃいけないしとか、うん、まあ、いろんな駆け引きがあるんだよね。はい、うん、でもそういうことをさ聞かされると、うん、選手の声かけられないの。こうやってなるほど。なんか心情的にはそうなるんだよ。だって優しいことは声かけられないじゃない。知ってる。いや、それで選手たちも大体匂いを嗅ぎ取るよね。もう察するんですね、そこは。そりゃ察するでしょ、わかるでしょ。これあれ、なんか急に、ちょっと扱いが変わったぞみたいな、急に優しくなったとか。いや、え、みんな目を合わさないとかさ、はい、そういうことになるんだよ、やっぱ。まさに、まあ、戦力外通告の裏側というか。で、聞いてくる時もあるよ。え、高さん大丈夫ですかね。あ、もうちょっと手を回してくる選手、うん、まあ、ダメと思っとけって。いや、それで契約してもらったら嬉しいだろうって、いや大丈夫だよなんて俺が無責任に言って、はい、ね、ダメだったら俺は恨まれるでしょって、うん、もう戦力外だと思っとけって。誰にでも言っとけばいいね。いいですよね。だからもう、今中でも、はい、ね、いや、お前戦力外と思っとけみたいな。ありえない、まあ、そんなのありえないけどね。はい、だけど、まあ、そういう動きが、まあ、あるし、はい、まあ、例えばスカウトに今年は誰取るのって聞くと、中畑監督も、いや、野手欲しいな、ピッチャー欲しいなとかいろいろ話してくれたからさ、うん、だから、まあ、そういうことで、じゃあピッチャー最初行くんですかって、いや、これ野手が足りないから野手から行くわとか言ったら、野手の方がいいだろうとかいう話からね、はい、で、じゃあ野手1位とか行くと、うん、やっぱ2軍で誰が弾かれるかなとか、やっぱ思うじゃない。そうですよね。だからそういうやっぱドラフトも兼ね合いにあるし、 FA の動き、はい、あとはトレード、うん、だとか、そういう動きによってやっぱ変わってくるよね。そうですよ。だから、いや、FA 取れなかった、うん、ね、トレードできなかった、うん、あーっと置いとくかみたいな、になるわけ。もうなんか、うんと言う。だから本当にね、口を滑らしたら終わりなんだよ。ですね。あ、もう選手のモチベーションがガーン下がるからね。そうですよ。だからそれはさせたくないしさ、選手たちも俺と同じポジションとか似たような選手取ってないか戦々恐々とチェックしてる。いや、それはもうドラフトなんか、そういう選手からすると誰取るんだろうって思うよね、うん、はい、思いますよ。で、同じポジションだったら、うわー、やられたみたいな。で、ドラフト1位じゃねえかみたいな。いや、思いますよ。いや、思う、思う。だからそういうことでなんかこう戦々恐々としてるよね。なんか電話が鳴ってほしくないな、携帯がみたいな、うん、その時期でも、うん、例えば首の前に他のチームから、うん、あの選手はどうしてるって言ったらいるとかいう話も、まあ、そういうこともするしね。あ、なるほど、なるほど。いや、それだったら誰かと変えてるって、うん、それはいいですよね。だからそれはいい、行き先あるから。そう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 、行き先のない選手はね、本当かわいそうだよね。もう行き先がないとなると選択肢がね、まあ、いくつかあると思うんですけれども、まず球団から呼ばれます、はい、なんて言われるんですか、君いらない。いやいや、違う違う、電話かかってきて、はい、いついつ球団に来てくれって。その時に何ですかとは。もうね、来たら話すよっていうふうに、あ、やだ、電話では言わないよ。あ、
やっぱ直接言うよ。そんな大事なことだもん、お前電話一本で済ませないでしょ。いやでもなんかその行くまでの2日間辛い。いやもう大体分かるって、電話がかかって、え、なんでみたいな、もしもしって、はい、あいつ教材に来てくれるかなみたいな、はい分かりました。もうそっからガーンガーンですよね、多分ね。それでまあ行きます。そうするとだから俺も球団からかかってきて、うん、いつ来てくれって。その時はどう、いやそうなの、レギュラーバリバリだもん。絶対そんなことないと思いますよ、ね、ないと思った。何だと思ってました。いやそれで新聞記者から電話かかってきて、うん、ね、宇多川さん球団から電話かかってきましたって、おおかかってきたよって言ったら、うん、あその時6人呼ばれてるんですよねって、うん、あそうなんだって言って、なんのこっちゃ6人って、6人全員首切られるとは思ってないからさ。そうですよね、うん、まあその時首切られたけど、ああそういうことだったんだと思って。まあでも6人こう集まるじゃないですか。で1人ずつ、まあ、集まるっていうか時間差で呼ばれてるから。どの時点で豊さん、え、聞かされてあだったんですか。まさかと思ったよね。何の話し合いだと思ってました。わかんないよ。ああ見当もやっぱつかなかったってことですね。うん、見当もつかない。できたらだから、まあその年に FA を取ったのかな、初めて、うん、FA 導入して初めて取ったのかな、うん、だからその話かなとか思ったんだけど、うん、全然クビだもん FA 取った瞬間に。いやちょっと待ってくれ、じゃあ FA 宣言させてくれよ。もうそれも何にもなし。うわ結構、まあ、ズバッとくるんですね、非常に。いやだから毎年来ることだからさ、うん、まあドラフトでね、まあ、6、7人、まあ、取るとしたら、うん、6、7人の枠は開けなきゃいけないわけだから、うん、まあ、大体そのぐらいはクビになっていくよね。そうですね、うん、まあ、第1陣、まあ、10月の頭ぐらいに、まあ、シーズンが終わって、まあ、CS 争いとか日本シリーズをかけてなければ、下位の球団からまずそういうのが始まっていく。第1陣そりゃそうだよ。そうですよね。まあね、雰囲気はね全く変わるよ急に。急になんかどうよりした雲が立ち込めるみたいな感じだもん。え、何があったの。そうですよね、うん、で第二陣はやっぱそのドラフトで取れた選手たちによってまた、まあ、そうだな、選手、ステイの選手、あとはそうだな、育成で契約した選手、あ育成、そうですね、で、まあ、トレードできた選手、うん、まあ、FA を取ろうとしている選手、うん、まあ、それによっても全く変わってくるしな。で、まあ、戦力外、まあ、高校小寄りでうちはもう来季が君とは契約しないとなったら、次選手が考えるのっていうのはもちろん、まあ引退もあるし、あとはでも話がさ、はい、まあ、例えば煮詰まってきたりとかいろいろすると、はい、まあいい番号つけてるとするじゃん、はい、ね、おお、まあ背番号変えてくれんかって、うん、この番号つけさせたい選手が入ってくるから、うん、ちょっとお前これで活躍できないし、うん、ちょっと番号変えようかって言ったら、うん、変えます。一緒かもしれない。いやだって違うじゃん。でクビにならないということで、番号がまだもらえるっていうことだ。変えます変えます変えてくださいみたいな、逆にこっちからお願いしますみたいな、早くそのユニフォームを、そうなるほど、なんなら今脱ぎましょうかみたいな。そうなるよね。シーズンのもう始まる前とか途中に言われたらって思うけれども、いやもうこの時期になってきて、ちょっと来季申し訳ないけど背番号変えてくれんかみたいな、変えるぞとか言われて、うん、何番ですかみたいな、うん、いやまあこれが空いてるから、うん、お前何番がいいとか、うん、何番でもいいし買います買いますみたいな、背中ピーンになっちゃう。やったですよね。やったまた契約ができるという、残れたよって。ああ、そういうとこからも察するんですね選手って。うん、まあいろいろ駆け引きはあるけど、ありますね。で、まあ、あとトライアウト、なんとかね、うん、聞き取ろうとするやつがいる、ね、情報をでかせんでやってきて、なんだよ、ね、うん、私は誰とるんですかねみたいな、知らねえよみたいな、誰ですか、その何心配してんだよ。心配する前にやることやんなさいみたいな。ちなみにその選手はまだ現役でやってますか。もう引退した。あ、もう引退されたんです。もうずいぶん前だからね、うん、だからそれは引退したけど、うん、ね、引退さんどうですかねみたいな、何がだよみたいな、とぼけちゃうんだよ。いやみたいな、いやいや大丈夫ですかね、大丈夫。知らねえよお前。お前が頑張れば生き残れるだろうって、うん、何お前心配してんの。ドキドキ、まあ、やることやったんかやらんのかい、うん、まだできるけどねって、うん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 、でも知らないよみたいな、うんうん、まあそうですよね。そうですかね。誰だその選手は。気になる。いやいや、まあそういう選手もいるという、うん、じゃあこれ逆にですよ、君ちょっと戦力外だからって言って、そこで一発逆転、もう交渉して交渉して
撤回になった選手とかってない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 、うん、一度決めたことは負けない球団は、うん、ダメなんですか、ひっくり返さない。それはさ、親父がさ、いや、もううちの親父ね、ちょうど企業やっててスポンサーとして10億の契約しようって思ってるんですよ、うん、みたいな、うん、いや、残りなさいそうなるよね。それなりますよ。それはなると思うよ。それは球団、それなりますよね。ああ、確かにいや、面白いですね、うん、でも、まあでもね、選手になった以上、いつかはやめなきゃいけない時に、まあ、それはそうだよ。来るし、それが自分で引退っていうのは、まあでもね、そういう選手に限ってね、うん、そういう時にだけ努力したりだとかさ、はい、いやだから遊ばないで頑張っとけって言ってんのにさ、うん、なんか遊びが先になっちゃったりとかさ、いろいろするよね、はい。じゃあその君戦力外クビだからって言って、はい、その選手が分かりましたって言ってトライアウトを受けてどっか違うチーム行ったりとかなってバリバリ活躍し始めちゃったらこれ球団どうなるんですか、その査定をした人は。見間違えたいやただ見間違えても、例えばこういう球団では、ね、力を出し切れなかったけど、では水があったとかさ、そういうこともあるよね。でもね、そんながバリバリやるっていうことはまずないよ、まあね、あるか今まで過去で今度の、あったねヤクルトの今度、まあ、楽天はいい人出してるよね。いや楽天いい人、そうなんですよ、いいのもらってみたいな、いいのみたいなね。そうなんですよ、見間違ってる、ね、そうかもしれないね。だから水が合わなかったのかもわからないしね、その球団とね、だからヤクルトに行って、まあ、今度なんかは水があったのかもからない、まあ、あとウィーラーなんかもね、巨人で、いや別にくすぶってたわけじゃないから、まあまあそうですけど、楽天からもらえる選手って結構本当すぐいい選手がいるな、いい選手、気前がいいんだよ、どうぞどうぞっていうね、いいですね。まあね、これからの時期ちょっと選手たちはね、まあそうだな、はい、まあ、嫌な時期を迎えるし、はい、まあ、ただ新たな選手たちが誕生してくるしね、うん、これはもう新人代謝を繰り返していくのがプロ野球選手だし、はい、プロ野球界だから、うん、まあ、これはもう避けて通れないからね。そうですね、うん、だけど野球だけが人生じゃないし、はい、ね、もし戦力外になった人たちは、うん、ね、これからの人生の方が長いし、うん、楽しめるようにね、頑張ってほしいと思う、うん、そうです。誰に対して言ってる、これから戦力外になるかもしれない、まあ、戦力外になったらね、はい、あのまたなんかちょっとピックアップ選手を見つけて、ね、またできるとかね、また動画にしたいと思います、うん、はい、はい。